最初のハッシュタグは逆さまリスです。見れば見るほどリスじゃなく見えてくるハンター。標高329メートルの金華山は斎藤道三、織田信長ゆかりの岐阜城がそびえ立つ岐阜市のシンボル的存在です。金華山一帯が国の史跡に指定されていて、歴史と自然を感じられる場所です。雲一つないロケ日和、はい、素晴らしい天気でした。さあ、私がいるのは金華山ロープウェイ乗り場です。早速行ってきます。これ顔入れちゃうよね。そうです、あると入れちゃうんですよ ね。こんにちは、お願いします。 ありがとうございます。金華山のふもとにある岐阜公園と山頂を結ぶ金華山ロープウェイ、ガイドさんの案内とともに景色を楽しめます。歩いて登るのもいいですけど、やっぱりロープウェイもありがたいですよね。違った景色が見られますからね。そうそう、何度見てもいいですよね、うん、およそ4分で山頂に到着です。ありがとうございます。ありがとうございます。着きました。リス村、降りてすぐリス村発見しました。あ、ここにあるんですね。あ、すぐそば。ロープウェイを出てすぐ隣にあるのが昭和40年にオープンした岐阜金華山リス村。インスタグラムで金華山リス村と検索すると、およそ3000件もヒットする人気スポットです。いや、森に囲まれててロケーションもね、いいですね。映えますよね。投稿された写真の中で特に心を奪われたのが逆さまリス。そう、これこれ、はい、長い。この写真を撮るべく餌やり体験にチャレンジしました。ここでそのリスに餌とかをあげられるんですか？はい、そうですね、こちらの手袋の上に中で1回サービスで餌をお配りしてるんですが、はい、そちらでリスの口元に近づけていただいて、リスに餌やりがすることができます。実際直接できるんですね。そうですね、はい、で私が見た SNS の写真が、はい、この逆さになってるリス、はい、めちゃめちゃ珍しいなと思ったんですけど、はい、ちょっとこうリスより下にすると餌が欲しいので、こう餌を求めて下にこう来て逆さに見えるっていう感じです。はい、今日はものすごく元気なので撮れると思います。はい、して、はい、ぜひアドバイスをいただきながら写真に挑戦したいと思います。じゃあもう行ってもいいですか？はい、お願いします。じゃあどうぞ。いらっしゃい、うん、頑張って。わあ、足元にめちゃめちゃ近いですね。わあ、寄ってくる。人懐っこい。すごいすごい。傘を乗せますね。はい、どうぞ。このコーディングですか？そうです。はい。分かってますね。あらあらあら、みなさん、匂い。何匹ぐらいいるんですか？今外に30頭ぐらい出てますね。30頭。はい。カメラに、カメラに乗ってる。元気いっぱい。あっと、びっくりした。おいで、おいで、この写真、かわいい決して自分の顔がかわいいって言ってるわけじゃないですからね。かわいいですよ。リスがかわいい。かわいい。調子乗っちゃいますよ。言わせたかな。さあ、かわいいリスにメロメロですが、うん、逆さまリスの写真を撮ること、ちゃんと忘れたいね。忘れてはいませんよ。うん、それ、任務ですからね、今日も。お、いけそう。あ、自分が今、シャッターチャンス。はい、取れた？あ、いいね。これがまさに、まさにですよ。これ綺麗、写真そのまま撮れた。芸術的。わあ、ね、こんなにね、ビヨーンって。ね、びっくりですね。すごい、20センチぐらいはあるかもしれないですね。もうこれ以上大きくならない。もともと生まれた時はどれぐらいなんですか？生まれた時は本当、赤ちゃんの時は本当もう小指ぐらいの大きさで。そんな小さいんですね。はい、生まれてくるんですが。なんかリスの一日って、はい、朝は結構早起きみたいですね。早くに起きまして、外で活発に動いて。カメラアピールすごい。夜は人間と一緒で寝ますね。あの奥に小屋がありますので、はいはいはい、奥にしまって夜はみんな寝てますね。そうか、それでちゃんとここまで大きくなってるんですね。そうですね。ほらほら、ほら、
僕も食べたいぜ。ずっと見てられますよね。本当にすごく楽しませてもらいました。今もすごく、はい、バイク乗ってますけど、このリスちゃんたちと触れ合うためになんかおすすめの楽しみ方ってありますか？そうですね、こう餌をリスに直接こう触れ合うことであげていただくのはもちろんなんですが、すごい動いてるだけでもすごい可愛いので、はい、それで癒されていただければ、またさっきみたいに写真をたくさん撮っていただいてもいいですし、寝てる姿も可愛いので、はい、食べなくても寝てる姿でも、はい、見ていただければ嬉しいです。チャンネル登録お願いします。